菊池勝人と佐々木千明の言霊アラカルト。こんにちは皆さん、どうもこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。筆跡分析コンサルタントやっております菊池と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。こんにちは、女優の佐々木千明です。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、現在テレビ朝日で毎週木曜日夜9時から放送中の人気ドラマドクター X 外科医大門未知子に、私佐々木千明レギュラー看護師として出演させていただいておりますので、おめでとうございます。はい、ぜひ皆様チェックいただければ。すごく嬉しいです。本当ですか。大変じゃない、あんなレギュラー出るなんて。本当にありがたいことですね。あんな看板番組にさ、素晴らしいよね。本当にありがたいことだなと。本当にそうだと思います。はい、日々思っております。偶然ではありえないですね。ありがとうございます。よかったね、本当に。はい、ぜひね、チラチラと出てくると思いますので、ぜひ探していただければと思います。宣伝ついでと申しますか。何でしょうか。ですね、実は本日11月23日なんですが、私の誕生日なんです。また拍手おめでとう。なんかすいません、いいことばっかりじゃん。なんかすいません、お知らせばっかりで。素晴らしいね。はい、35歳になりましたので、これからさらに頑張っていきたいと思うんですが、菊池さんも先月10月6日にお誕生日迎えられたそうで、本当におめでとうございます。いや、どうもありがとうございます。パチ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 、はい、Facebook など拝見いたしましたが、いかがでしたかお誕生日は。いや、おかげさまで、はい、皆さんから結構いろんなコメントをいただいて、はい、いや、これ絶対全部返事しないとまずいなと思ってさ、全部やりました。人気者ですからね。いや、そんなんじゃないんだけど、やっぱりパソコン見てる時に来たのはパソコンで打てるんだけど、携帯は結構厳しいんだよ、こう打つのもさ。なるほど。電車の中とかね。あ、だけどありがたいんで、本当に感謝しかなかったですね。本当に嬉しかったです。本当にありがとうございました。いや、もうね、きっといろんな方からこうね、メッセージが届いたりとか、ケーキは食べましたか。はい。あ、食べましたか。僕ね、はい、バタークリームのケーキ大好きなんですよ。そうなんですか。今時ないだろ、バタ、知ってる、バタークリームって。はい、知ってますよ。はい、バタークリームのケーキの上にチョコレートのあれがあって、ベースがあって、はい、こうパカッとカステラから剥がして、そこだけ食べるのが大好きで、あら、上にバタークリームのバラとか乗っかってると、もう言うことないですね。はい、そうなんですね。今みんな生クリームが主流だから、バタークリームってないんですよ、なかなか。今はそうですね、なかなかあんまり食べないでしょ。はい、見たことが最近はないかなと思って。私大好きで、ね、はい、よかったです、ね、すいません、余計な話をしました。いえ食べました、それは。おめでとうございます。ありがとうございます。これからもね、頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。はい、さて、この番組言霊アラカルトは、筆跡心理コンサルタントの菊池勝人さんと、セリフを話すという職業についております、私女優佐々木千明が、言葉の大切さや魅力、文字を書くことから見えてくるものなどを言霊として皆さんにお伝えしていく番組です。今回もどうぞよろしくお願いいたします。それでは今回の最初のコーナーは、プレイバック流行語。このコーナーは、菊池勝人さんと私佐々木千明のジェネレーションギャップを埋めるべく、とある年の流行語や世相をご紹介していきながら、ラジオをお聞きの皆様にも昔を懐かしんでいただくコーナーです。今回はですね、2008年平成20年についてリサーチしてまいりました。まずは2008年、どんな年であったかと簡単にご紹介させていただきます。福田康夫首相が辞任され、麻生太郎内閣の発足で、東京メトロの副都心線が開業したのがこの年です。ああ、そっか。はい、ね、そんな大震度地下ですよな。すごく深い、深い50メートル以上ですね。はい、あ、そっか、この年か。はい、そして iPhone3G がソフトバンクモバイルより発売されました。iPhone ね、そして日本人としては史上最多の4人、アメリカ国籍1人含む方がノーベル賞の受賞、南部陽一郎氏、増川俊秀氏、小林誠氏、下村治氏が受賞されました。ご存知ですか？忘れました。あ、忘れましたか。はい、すごいですね。史上最多の4人ということなんでね。はい、はい、そしてリーマンショックの発生。リーマンブラザーズ破綻から世界的な金融危機へ、日経平均株価が26年ぶりに7000円を割り、6994円となりました。で、バラク・オバマ氏が黒人初のアメリカ合衆国の大統領となりました。そして北京オリンピック、北京パラリンピックの開催もこの年だそうです。それでは菊池さんにお伺いしたいと思います。菊池さん、この年2008年、個人的にどういったことを思い出されますか。やっぱりね、リーマンショック、はい、リーマンブラザーズって言ったら、はい、
超一流企業だったんだよね当時、うん、アメリカの企業でさ、はい、超一流、それがさ破綻って何、はい、っていう話だよね。あ、全世界を股にかけていたところだったんで、最初なんだか分かんなかった、はい、そんな簡単に潰れちゃうのっていうことで、はい、ただやっぱり彼らが推進していた、まあ金融工学と言われてるね、実践のやってることが本当かよって僕は思ってましたんで、でいわゆる頭のいい人が全部組んでるから、はい、それぞれ全部ヘッジして、うんうん、保険をかけながらやってんですよって言ってたんだけど、はい、だって全部がダメだったらダメじゃんっていう言葉前から思ったんですよ。だから年収が低い人があれで証券にしてね、買ってその後返すんだってやってるけど、だって返せなかったら破綻するでしょってことは、どんな保険かけたって一緒じゃない。それがねやっぱり何でもいくのかなと思ったら、結局いきなりだもんね、手のひらを返したようにリーマンブラザーズ倒産突然だったんですね、倒産だったんで、やっぱりあれを見た時に、はい、あれだね、みんながいいと言ってるから合ってるんだって思っちゃいけないってことだよね。あ、まあそうです、やっぱり自分の目で見て自分で確かめてれば後悔しないけどさ、よくわかんないけどあいつが言ったんだからいいんじゃないかっていうやることやっちゃうと、はい、怒りの矛先がどこにも持っていけないしさ、あいつが言うからだよあいつがってやるとしょうがないじゃん、うん、まあ そうじゃない人もいるわけだから確かに、あ、そういう世相をね反映してましたね、この時は本当にあったんですね、本当に、まあ、私この時も24歳なんですがリーマンショックっていう言葉はなんとなくこうニュースでは聞いてたんですよね。ただ私ですね、もう自分の人生をかけていろいろ頑張ってた時期だったのでちょっとねあまりここまで詳しくないんですが、まあ、24歳ということで、まあ、劇団の研修生として舞台の稽古の日々でございました。あ、じゃあ関係ないなすいません、リーマンなんてな、そうなんですよ、はい、そっか、はい、もうね本当にね、そんな時代でございました、うん、なるほど、はい、続いてそんな2008年の新語流行語についてその一部簡単にご紹介させていただきたいと思います、うん、はい、まずはアラフォー、うん、はい、女優の天海祐希さんが主演を務められたドラマアラウンド40から広まった言葉で、40歳前後のことで特に女性を指します。現代でも CD 業界などのアラフォー世代を的を絞ったさまざまな商品がヒットしているものをまさに今の時代を反映しています、うん、でその後アラサーとかアラフィフとかっていう言葉が出てきているそうです、ね、そうですね、今じゃ当たり前にアラフォーアラサーなんてね使ってますけれども、そうだね、はい、この時だったそうですよ、うん、懐かしい言葉だな、はい、懐かしいですよね、うん、はい、あとはですねゲリラ豪雨、あ、これは本当にあったね、うん、ね、ゲリラ豪雨今でこそねすごく使うんですが、こういきなり局所的に発生する集中豪雨のことです。で予測が難しいことからこう呼ばれます。そうそう、局地的豪雨だもんね、はい、そうですね。で正式な気象用語ではなくて1970年代にはすでに新聞などで使われてましたが、うん、近年の豪雨の多発によりマスコミではすっかり定着するようになったそうですよ。そうですね、新しい言葉でしたもんね、うん、そうですね、うん、もう今じゃ当たり前ですもんね、ゲリラ豪雨なんて言葉ね、この時に生まれたんだということですごくちょっと意外な感じがいたしました。なるほど、はい、はい、皆様いかがだったでしょうか。皆さんの記憶はあの頃までプレイバックできましたでしょうか。以上プレイバック流行語のコーナーでした。改めまして現在放送中の言霊アラカルト、担当は菊池勝人と佐々木千秋です。さて今回も菊池さんに筆跡診断をしていただくべくゲストの方にスタジオにお入りいただきました、はい、今回は以前お越しいただきました言霊筆師ルサさんのご紹介で大人数学オンラインサロン主催の鈴木慎介さんです。鈴木さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。皆さんはじめまして、可能性を広げる数学家鈴木慎介です。今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それでは早速なんですが、まずは鈴木慎介さんについて簡単なプロフィールをご紹介させていただきます。鈴木慎介さんは奈良県生駒郡のご出身で、可能性を広げる数学家として医学部を目指す受験生にマンツーマンで数学を指導し合格まで導かれておられるとともに、大人向けに数学を楽しむ活動も行われ、先ほどご紹介させていただきました大人数学オンラインサロン、また大人のエンジョイ数学クラブの主催も務めていらっしゃいます。著書にもう一度解いてみる入学数字、あ、入試数学がございます。はい、はい、ということで数学ということで、はいはい、そんな鈴木慎介さんなんですが、はい、まあ、どうしてもまずおそらくどこでも聞かれていらっしゃるんじゃないかなと思いつつ、はい、あえてお伺いしたいんですが、はい、ズバリ数学の魅力とは何でしょうか。
お、一言で言うと、簡単に、はい、はい、言っていただくと、考える喜びだと思いますね。はい、考える喜び、はい、あ、菊池さんも頷いていらっしゃいますけれども、難しいね、あの本来頭を使う考えることって本来は楽しいはずなのに、はい、どうしてもそれをみんな避けちゃいがちですけれども、それをその本来の考える楽しさを数学を通して伝えていきたいなというふうに思っています。こうね、数学ってどうしてもこう喜びってなっちゃうと、はい、こう学生の記憶の中だと、はい、どうしてもね難しいもの、うん、壁があるものって思っちゃってたんですけれども、はい、こう考える喜びというのをこう大人になってからこう発見するところもあったりするんですかね。そうですね、あのどうしてもその10代にある数学って点数がついてきたり、はい、偏差値とか志望校とかそういう、要はやらざるを得ない何かの目的のための数学になっちゃってるところがあると思うんですね。で本来数学ってそうじゃなくて、もっと楽しめる部分ってたくさんあると思うんですけれども、それがその、道具になっちゃってるというか、まあ、それは、あの教育システム上仕方ないとは思うんですけれども、ただ大人になればそういう制限や、はい、当然テストもないわけですし、はい、そういったものが取っ払われるので、はい、よりその数学を楽しめる土壌が大人の方が用意されてるんじゃないかなっていうのが、あ、なるほど、はい、私の感覚です。なるほど、そういうことですね。はい、ではどういった経緯でこの大人数学オンラインサロンを始められたんでしょうか。はい、はい、そして具体的にどういったことを勉強できるんですか。はい、はい、本業は私医学部受験の数学の家庭教師の会社をやってるので、なので、受験数学が主なんですけれども、いろんな、先ほども前回の放送で講義会の話もありましたけれども、はい、私もいろんな会に出させていただいて、いろんな方とお話しするときに、はい、数学って苦手でしたとか、数学にアレルギーありますっていう方がたくさんいるなっていうのを感じて、でも数学をできるようになると嬉しいとか、できるようになりたいですって声も結構あったので、じゃあきっとこれは喜んでもらえるかなと思って始めたのがきっかけです。で具体的にはこのオンラインサロンでは週2回中学生ぐらいのレベルの問題を、しかもその公式とか知識とかほとんど必要のないような、数学本来の純粋な楽しみがある問題を週2回配信して、で、私のこの汚い顔で解説動画を撮ってそれを配信して、コンスタントに数学を楽しんで日常の中に数学を取り込んでいきましょうっていうコンセプトでやらさせてもらってます。日常の中に数学を、はい、なかなかそうなってくるとちょっと楽しそうですよね。はい、楽しいと思います。はい、そうですよね、はい、イメージがちょっとガラッと変わるかもしれませんね。なるほど、はい、ちょっと大人になって数学ちょっと勉強してみようかななんて、ちょっとだけですよ、はい、ちょっとだけ今私そのちょっとが大事です。ちょっと思いました。ちょっとがないとその先ありませんので。ありがとうございます。さて、はい、それではですね、はい、いよいよ筆跡心理分析結果を披露していただくんですけれども、個人的には菊池さんの文字や筆跡の中からこう診断される客観的データと数学という客観的学問を扱われる鈴木さんの文字の診断結果がとても楽しみでなりません。はい、私も楽しみです。そうですよね、はい、すごい楽しみだなと思ってます。ワクワクしてます。はい、なおですね、鈴木慎介さんには放送直前にノーインフォメで美しい未来の幸福な様子という一文をですね、漢字で美しいの美ですひらがなでし、漢字で未来ひらがなでの、そして漢字で幸福ひらがなでな、漢字で様子、美しい未来の幸福な様子という一文を書いていただいておりまして、それを菊池さんにはお渡ししております。はい、書きました私。はい、でまたですね、毎回申し上げております通り、はい、放送終了後約1週間程度で YouTube の方にもアップしていただきますので、大文字アルファベットで言霊、カタカナでアラカルトと検索してみてください。ではお待たせしました。はい、はい、菊池さん、分析結果をお話しください。はい、わかりました。お願いします、はい、お願いいたします。まずですね、はい、これを見てすぐわかるのは、未来っていう2つの漢字もそうだし、様子ね、はい、様子の様っていう字もそうなんだけど、はい、頭が抜けてないんですよね。うん、横線のところから入ってるでしょ。はい、でこれが高い人っていうのは、無理にでもリーダーシップを取りたがる人なんですよ。いわゆるトップダウン型のリーダーシップ、いいから俺のこと言うこと聞けよっていう人なんだけども、はい、鈴木さんの場合はもう出てないんだよ全然。はい、これはどういうことかというと、この逆で、はい、自分が関わり合いになった人はみんないい結果出そうな、なあみんな頑張ろうなって感覚ですよ。あ、確かにすごくそれが強いです。うーん、だから、はい、
今お話を伺ってるとやっぱりリーダーシップ性を求められている場ではあるんだけども、それを自分ではそれを押し出すことではなくて、いやいや自分のことうまく使ってくれよ、みんなでやろうぜみたいな感覚、はい、とってもいい先生だなって気がしますね。嬉しいです。よくあるのはほら 俺についてくればいいんだよお前はっていうふうなことをやりたがる人もいるんだけども、あなたやらないねそれをね、はい、で逆に言うと、はい、もっと指導力のある、はい、あるいは非常に先を見てる方の強いリーダーシップ性がある人に対しては、あなたは参謀役になってでも一緒にやりたいなと思う気持ちもあるんです。わかります。いわゆる参謀役ですよ、はいはい、自分の知恵は使っていいけど、はい、みんなで結果出しましょうよ、そのためやってるじゃないですかみんなみたいな感覚がとても強いし、そこでモチベーションを生んでるような気がします、はい、私10人ぐらいで街を歩いてる時に、はい、一番後ろから全体の様子を見るのが好きなんです。なのでもうドンピシャって まさしく自分のそんな感じ、はい、あとね2つ目、これはもうすぐ分かるんだけど、はい、横書きで書かれてるんですよ、はい、で横で書くと日本語って普通縦書きの方が楽なはずなんだけど、うん、じゃあなんで横書き書くのってことなんだけども、うん、私は横書きがいいと思ってるから書いてるんですよっていう感覚なんですよ、うん、したがってこれはどういうことかっていうと、私はこれでいいと思うんですよだからいいんですよっていう感覚ですよ、うん、自分の中で納得してればいいんですこれで、他の人関係ないですよっていう感覚、うん、ある意味では非常に強いものを持ってますよね。うん、確かに当たってます。これは、はい、さっきの様子っていうところを見たように、はい、様っていう字の起変の変と作りの間がとても、まあ、空間がない、うん、っていうところからも実はこれ言えるんですけれども、はい、これが近ければ近いほど自分の中に強い信念とかこだわりとか志がある人はここ結構狭く書くと言われてるんですよ。で広い人はじゃあそういうのないのかって言ったらそうじゃなくて、結構広い人は自分と反対と思った意見でも聞ける気持ちを持ってるんです。逆に言うと鈴木さんは自分とこれ違うなと思ったら結構聞かないかもしれない、もういい分かった、いい分かったからもういいよっていうことがあるかもしれない。確かにあります、あります。そうなんですね。ありますね、ありますね、頑固なところあります、ただ社会人だから聞いたふりはするはずなんです、でも内心はもう右の耳から左の耳、耳が痛いです、それこそ図星です、抜けちゃいます、はい、あります。あとはこの美しいっていう字を見て非常に特徴的なんですが、これ横線が4本あるわけですよ、美しいっていう字は。ありますね。これが全部均等に書かれてるんです、感覚が。おー、確かに。これは偶然均等になるわけないんですよね。自分の中で無意識にこれは同じ感覚で書きたいなと思って書いてるわけですよ。その意識もないかもしれない。もう自然と均等に書いてるんです。こういったことが鈴木さんの普段の行動傾向にも出てる可能性があるんです。いわゆる、まあはっきり言えばちゃんとやろうぜとかね。はい、これって自己コントロールの最低必要じゃん、自分のことはコントロールしなくちゃっていう感覚でものをこう考えたり行動したりしてる場合が多い人がこういう字を書くんですよ。あー、当たってます、当たってます。だからこれは、はい、裏を返すと、はい、いい大人になってもさ、すぐに泣いてみたり騒いでみたりゲラゲラ大きな声で笑ってみたりさ、そういう人いるでしょ、はい、そういう人見た時に鈴木さんは、まあ、いいとしてさ、お前何考えてんの、もうちょっと自分のコントロールできないのかとかとかに思ってしまうことがあるんです。あ、ちゃんとしろよみたいなさ、思うことはありません？内心そんな時もあります。そんな時も、はい、思ってくださいですけど、どういうことかというと、はい、自分は簡単にできてるからですよ。あ、誰でも簡単にできると思ってしまってるんですよ。錯覚だよね。そうかそうか。そのすぐに例えば感情を表す人ってさ、はい、例えば、鈴木さんと違って、はい、今の気持ちを映像にしたら、音楽にしたら、色にしたらどうですかって言ったら結構言うんですよ。こんな映像見えるとこんな色になる、はい、こんな音楽が鼻歌で歌ったりするんだけど、鈴木さんはその世界に入っちゃうと、はい、簡単には浮かんでこないです。確かに確かに。一回翻訳してから言おうと思ってるから、はい、常に、はい、ストレートに出しちゃいけないようなものはっていうのがもう染み付いてるので、できないんですよ。だからもしもそういったものを要求される社会行くと、はい、鈴木さんは劣等生になりますよ。わかります、わかります。そうかそうか、そうでしょ、はい、思い当たる節がいくつか。これは自分の特性をどう生かすかってことであって、だから悪いよとか言ってるんじゃないんですよ、はい、全く関係ないです、そういう特性があるよねっていうことを言ってるだけですよね。あとはこの字の中でやっぱり結構続け字を書かれてるんですよ、はい、これ様子っていうのをだいぶ省略しながら続け字を書かれてるんだけども、続け字を書く方っていうのは、はい、結構ね情に厚いと言われてるんです、傾向として、だから
情に厚い、いわゆる相手の言ってることをその裏まで考えたいとか、どんな気持ちでこの人言ってるんだろうとか、そんなことを結構気にしながら考えることがあるんですよ。したがってさっき言ったみたいに、いやそうは言ったってやっぱり自己コントロール能力大事だろうって思う気持ちと、いやいやでもどういう感情があったのかなって思う気持ちの葛藤が結構あるんじゃないかと思うんだよね、日頃でも人を見るときに。私はそのバランスは大事だなっていう感覚はあります。むしろ喧嘩せずに両方を大事にしたいっていう感覚はありますね、うん、そのバランスという言葉が今出ましたが、バランスということは右と左で両方考えてるんですよ同時に、ね、確かにそれがだから無意識でやってると思うんですよ、はい、でもこうやって字を見るとそうか確かに意識してるなっていうことに気がつくだけでも違うんだよね。はい、そうかその両側をちゃんと見てやってんだなっていう自分がね。ただ間違ってほしくないのはだからいいとか悪いとかじゃないんですよ、はい、そうやっていう傾向が強いですよねってことで、世の中にはそんなこと全く考えずに感情の赴くままにいる人もいるわけですよ。でもそれも一つの特性でしょ、はい、まあ、はっきり言えばそういうことだよね。あとは福という字の田んぼの田という字の右上が結構大きく開いてるんですよ、はい、あ開いてますね。これを開けて書く人って、はい、いや決まりはあるけどさ、その決まりって一つの、まあ、あの情報であって、もっともっと将来のこと考えようよ、いろんな選択肢があるよ、いろんな可能性があるよ、それ考えようぜっていうことを考える傾向が強い方がこういう字を書くんですよね。おお、それ嬉しいですね私。あ、そうですか。はい、多分結構強いと思います、はい、だから未来を考えたい、どうしたらいいんだろうねみたいなことをいつも考えたい、はい、それも自分の視点の中には多分日頃から持っておられるような気がするんだよな、その部分は、うん、ありますね。だから過去で良かったことを褒められるよりも、はい、いやこれをあの次回どう使いますかねみたいな議論の方が好きだと思う。はい、大好きです。そうでしょ、はい、まあ、そういうのがやっぱり分かるわけで、これがだから鈴木さんの、まあ、字からね全てのことが分かってるわけじゃないんだけども、少なくとも字から分かることはこうやってお伝えできますよってことなんですよね。へー、それを自分のさ、はい、得意技として生かせばさ、はい、多分人生もっともっと楽しくなるかもしれない。そう、本来の自分でいれるわけですもんね。おっしゃる通り、まあそんなチャンスになればね、はい、僕は嬉しいなと思ってこんなことをお伝えしてますが、いやーありがとうございますここまで見透かされてるとはいかがでしたか鈴木さん。いやちょっとびっくりですね。そう、字だって 10文字とか15文字ぐらいで、そうですね、そこまで分かるのかっていうのがもう恥ずかしいですもん、ね、いやタオルがあったらこう巻きたいぐらいですいやもう本当にね、あの、はい、いろいろなことを今お話の中でおっしゃってくださいまして、はい、私も楽しく聞かせていただきました。はい、はい、なのでですね、この分析につきましては菊池さんがよくおっしゃっていらっしゃるようにですね、あくまで参考にするものであって断言するものではないこと、くれぐれもねこちらはご注意ください。はい、では最後にですね、鈴木慎介さんから告知などございましたらお願いいたします。はい、ウェブで大人数学オンラインサロンというのをやってます、はい、検索していただければ出てきますので、ご興味ある方はぜひご覧ください。あとですね、はい、書籍も出していまして、もう一度解いてみる入試数学っていう大人向けの数学の本です、うん、数学興味あるよ、数学ちょっとやってみたいなという方はぜひこちらもお調べいただければ嬉しいです、うん、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。今回ね本当にいろいろなお話をさせていただきまして、とても勉強になりました。ありがとうございます。ありがとうございました。今回のゲストは大人数学オンラインサロン主催の鈴木慎介さんでした。鈴木さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、なんともエンディングの時間になってまいりました。言霊アラカルト、いかがだったでしょうか。この番組は毎月第2第4土曜日お昼14時30分からお送りしておりますので、ぜひ次回放送も同じ時間お耳にかかりたいと思います。菊池さん、今回はいかがでしたか。いや面白かったですね。うん、あの数学のね、はい、専門の、まあ、先生だということもあったんで、結構固い人かなと思ったんだけど、うんうん、字を見てみると、うんうん、面白いなってのもあって、はい、でやっぱりそれを指摘させていただいたら、いやもうその通りですよみたいな反応もあったんでまあ面白かったなっていうのもあるし、はい、まあ、あれがまた鈴木先生がね、うん、聞いたことによって自分のことをまた気がついてもらえると、はい、どう生かそうかなっていうことを彼が考えてくれたら一番いいなと思ってます。うん、うん、いい悪いじゃないからね、そうですよね、どう生かすかだから、ね、今の自分をもっともっと加速させるってことに使ってもらえると、本当に嬉しいです、はい本当にね、はい、あのちょっと数学の魅力みたいなものもね、私自身はいろいろ教えていただいた感じがしまして、ねうん、すごくね楽しくさせていただきました ね、ありがとうございました。ありがとうございました。
それでは言霊アラカルト、また次回お耳にかかりましょう。皆様のお相手は菊池勝人と佐々木千秋でした。ありがとうございました。